どうも皆さんこんにちは。FX 専業トレーダーの翔太です。今回なんですけども、トレード手法の解説とはちょっと違う観点でですね、FX について解説していきたいなと思うんですけども、その違う観点とはですね、マインドについてですね。トレード手法ももちろんすっごく重要なんですよ。FX をねする上でなんですけども、トレード手法と同じぐらいですねマインドの部分っていうのも実はものすごい重要なんですね。で僕はですねその普段トレード手法に関するね解説動画ばっかりアップしてるのでなんかなんていうんですかねマインドに関してマインドに関しての重要性っていうのをそこまで伝えられていないようなね気もしてきたんですね。マインドに関してはですねそんなに深く語らなくてももう皆さん分かってるかなっていう思いで、いたからなんですね。それは、別に言わなくてももう分かってるよなっていうようなそういう感じだったんです。なんですけどもやっぱりねこういうマインドについての解説もやっていった方がいいんじゃないのかなっていうような出来事がちょっとあったんですね。なのでちょっとこういう動画を上げていこうと思ったわけなんですがなんていうんですかね FX で勝つためにはですね心理的要因っていうのがものすごい大きいんですね。人によってはですね、ファンダメンタルズを駆使して、ファンダメンタルのみでこうトレードして、勝っているトレーダーもいると思いますし、僕のようにですね、テクニカル分析を重要視して、テクニカル分析を極めて、トレードして、勝っているトレーダーもいると。なんですけども、こういうふうにね、その手法というか、FX に、FX でトレードをする、そのやり方はね、人それぞれこう違うとは思うんですけども、結局ね、そこに心理的要因っていうのが、全く加味されていないトレーダーっていうのは、どんな手法を使ってもね、やっぱりね、勝てないんですよね。だからまずやっぱりそのマインドをやっぱりその磨いていくと自分のだからそれが結局大切になってくるんですけど勝てるトレーダーになるためにはマインドを磨いていかないといけないとそれはね皆さんこうそんなことは分かってるよという人もいらっしゃると思うんですけどもこれがね結局そのマインドを鍛えてるつもりというか俺は精神力強いんだぞというふうに勘違いしている人がねすごい多いんですよね。要は脳みその表面上では俺は精神的に強いとメンタルが強いんだっていうふうに思ってるだけなんだけどそれが脳みその奥底、要は潜在意識の方にまで届いていないっていう人がすっごい多いんですよね。そうそう。だから潜在意識をもっと活用できるようにならないとやっぱり自分のトレードに対してもいつまでたっても自信というものが生まれなくて結局ちょっとねエントリーしてちょっとマイナスになってるからってちょっと思惑とは違う方向に動いてねマイナスになってるからって言ってすぐに損切りしちゃったりとかあとそれとは逆にエントリーしてここまで下がってきたら損切りだっていうふうに決めていたにもかかわらずね決めていたにもかかわらずっていうのがすごい重要なんですけどここでパッと損切りしようと思ってても実際そこまで下がってきていや
また思惑通りに動くはずだとかって思っているうちにずるずると、どんどんマイナスになっちゃったと。で、最初にここで損切りしようと思っていた位置で損切りしとけばよかったみたいなね、まあ、こういう経験をされたこ、したことある人ってね、すごい多いと思うんですけども、これも結局ね、その潜在意識っていうのがちゃんと活用できていないからなんですよね。うん、結局だからその自分の意思というものがしっかりしないと、やっぱりね FX でね、継続的に勝ち続けるっていうのってやっぱりね難しいですよ。だからやっぱりそのマインド、うん、でマインドの中でもさらに脳みその奥底にある潜在意識にまで自分の、気持ちっていうのをねしっかりと届けてやって、それを維持し続けることっていうのがすごい大切になってくるんですよね。そうそう。で、自分のイメージをね形成するために、まあ僕たちはですね、その気づかない間にそのまあ子供の時からその両親とか、まああと学校の先生とかのその影響を受けてて、でそういったそのまあ過去の影響っていうのをその信念としてね、その自らの心の中のその環境っていうものを作り上げちゃってるんですよね。うん、でその重要なのはですね、その潜在意識の元にあるその信念っていうのがそのトレードの結果としてね反映してくるんですよ。だから要はさっき言ったことですね。うん。まあ例えばですね、幼い頃、あなたは例えば両親に、怒られるばっかりだったとか、先生にも怒られるばっかりだったとか、うん、そういうね怒られてばっかりのような人生を、送り続けているとですね、そういう人っていうのはこう自分に自信というものが生まれないんですよね。うん、生まれてないんですよ。うん、本当はもっとこう自分に自信が持てるような、人であったはずなのに、そうやってね怒られてばっかりの人生を、まあ幼少期にね送っちゃったもんだから、いまいち自分のやることに自信が持てないと。でそういうのが結局 FX のトレードにも顕著に現れるってことですね。うん、だからまずは心の改革をやっていくっていうのが非常にその投資をする上でもすっごい重要なんですよ。うん、ねそのまあ例えばトレーダーによってはですね、マインドなんて関係ないよってね言う人とかってね、もしかしたらいるかもしれないんですけど、これね統計的にも出てるんですけど、勝っているね、長年勝ち続けている勝ち組トレーダーほどですね、マインドの面に非常にね、興味を持っているというか、マインドの面を非常に重要視している、むしろマインドを一番重要視しているトレーダーがすっごい多いんですよね。長年勝ち続けているトレーダーって。で僕もその中の一人なんですよね、実は。うん。だから、トレード手法、もちろんめっちゃ重要です。なんですけども、それと同じぐらい、もしくはそれよりもちょっと上ぐらい、マインドの面ってすっごい重要だなって、僕思ってるんですよね。うん。だから、両方とも捨ててはならないというぐらいのレベルってことですね。だから、マインド面が、必要ないと、テクニカル分析極めてたら全然勝てるよみたいな、そんなことを言っているトレーダーっていうのはまあおそらく、遅かれ早かれ、痛い目を見る時がきっといつか訪れるなというふうに僕は思ってます。うん、でね、その普段から結局ね、こういうその
トレードに対して自信を生ませるためにはですね、要は解決策ってことですね。どうしても自分のトレードに対してね、FX のトレードに対して自信が湧かないっていう人に向けての解決策をこれからね、お話ししようと思うんですけど、普段から自分が成功しているイメージをずっとイメージし続けるんです。うん。ここでトレードしたら、思惑通りに動いて何ピプス取れるっていうのとかを、それもね、めっちゃ具体的にイメージするってことです。うん。これをやり続けることで、人によってはですね、これ個人差あるんですけど、人によっては本当に1週間、もしくは2週間ぐらいでものすごく自分のトレードに対して自信が持てるように、なれるんですけども、ただ、その潜在意識に自分のその、成功しているね、そのイメージを、要は行き渡らせるのに自分の潜在意識まで、結構時間がかかってしまうっていう人もいるんですよね。そういう人っていうのは2ヶ月とか3ヶ月とかかかるかもしれないし、それよりももっとかかるかもしれないです。それはやっぱりどれだけ具体的にね、自分が成功しているイメージっていうのを、描くことができるかっていうところにかかってくるんですけども、やっぱりなんとなくね、ただその自分の脳みその中で、頭の中で、俺は FX で、めちゃくちゃお金稼いで、億万長者になるんだみたいな、それだけじゃちょっと弱いんですよね。FX で月収100万円達成するんだっていう、それだけじゃちょっと弱いってことですね。もっと具体的に想像するってことです。うん。例えばですね、月収100万円とかって、例えば紙に書くような人とかいますよね。こういう、自分の目標とかを。目指せ、FX で目指せ、月収100万円とか、絶対達成するとか、書く人、もしかしたらいらっしゃるかなと思うんですけども、そうやって紙に書くっていうよりもですね、自分が、さっきも言ったように、具体的にね、自分がどういうその生活スタイルを過ごしたいのかっていうような、理想の生活のイメージを、頭の中にね、こう、ぐーっとね、そこはでも頑張ってね、思い描くんですね、とにかく。例えば、あなたがね、住みたいと思っている高級マンションがあるとして、その高級マンションの、要は、その外側だけ、外観だけじゃなくて、中身もイメージするんですね。内装も。で、どこにテレビが置いてあって、どこに椅子が置いてあって、どこに机が置いてあってとか、こういう夜景が見えてとか、そして、自分がどういう、車に乗っているのかとかね。例えばその、男性の方ならね、車が好きな人って多いと思うんですけども、自分がそのどういう車に乗っているか。例えばフェラーリにね、乗りたいとか、そういう、高級車に乗りたいっていうような、人とかね、いらっしゃると思うんですけど、で、その高級車の色は、どんな色なのかとか、タイヤはどういうタイヤにするとか、そのホイールですねとか、あとそうだな、それこそまたそのフェラーリの車の内装ですよね。うん。やっぱり、本革にした方がいいよなとかね、そういうのいろいろあるじゃないですか、こだわりが。うん。だからそういうね、もう本当に
イメージしまくるんですね、本当頭の中に。その自分の理想のイメージをね、うん。ナンバープレートをどういう番号にしようかとかね。そういうことでもいいですし。うん、で、あとそうだな。まあ、あと、その、女性の方だったらね、そうだな。例えば、まあ、これは男性の方も、当てはまるかもしれないんですけど、海外旅行とかね、例えばこう、すごく好きな、行くのが好きな方とかね、いらっしゃると思うんですけども、その海外旅行も、まあ、何月に、どこに行くかとかね、で、その、ただアメリカに行きたいとかじゃなくて、アメリカのどこに行って、で、そこのアメリカの何州の、どの町のどの店に行きたいかっていうね、うん、どの店に行ってどういった料理を食べたいかっていう、そういったもうどん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 こうその奥底までどん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 ついていくんですね、うん、でそれを具体的にずっとイメージし続ける、うん、これをずっとやっているとですね、あなたの潜在意識の中に成功しているイメージっていうのが完全に入り込むんですよ。うん、でこれは先ほども言ったように人それぞれその潜在意識に完璧に入り込むまでに、かかる時間っていうのは個人差があるんですね。うん、だからこれをですね、なんていうのかな、やっぱり、心がけるようにしてほしいんですよね、こういうイメージを、うん、やっぱりね、失敗するイメージをずっと持っちゃってると、それはね、結局ご自身のそのトレードにもやっぱ結局現れちゃいますし、やっぱりね、いいことってないですよね。やっぱそのプラスのイメージでずっと持ってね、そのトレードと、トレードというか、まあ、FX と向き合ってほしいんですよね。うん、まあなんていうんですかね、今回ちょっとその潜在意識について語ってみてはいるんですけども、なんかまあ人によってはね、なんか何言ってんだこいつみたいな本当に思う人いらっしゃるかもしれないんですけども、これ本当にね、重要なんですよね。やっぱりね、悪いイメージ、マイナスのイメージばっかり頭の中にずっと考えちゃってる人っていうのは、やっぱりね、うまくいかなくなってくるもんなんですよね。そういう人非常に多いです。けどやっぱりプラスのイメージをずっと持っていると、やっぱり先ほども言ったように自信につながってくるんですよね。で、FX って、間違った自信っていうのはダメなんですけど、要は勘違いしてる自信ですね。例えば、ろくに勉強もしてないのに、俺は天才だとか、ろくにそのテクニカル分析全然勉強してもない。例えば、その僕の動画とかね、全然、見ることもしない状態でね、いきなり、FX 始めちゃって、なんだろうな、もう独学でね FX やってなんとなく買ってみたいな、うん、でなんとなく勝ってみたいな、で勝つのが良くないんですけど、こういう場合はもう本当に負けた方がいいんですけど、こういうふうにね、勉強もしない状態で勘違いの自信を持ってやっちゃう人はね、本当にダメですね。うん、なんですけども、しっかりね、勉強した上で、ちゃんと FX のね、知識がめちゃくちゃついている状態で、なぜか思うように勝てないという場合はですね、これ、先ほども言ったように、あなたのメンタルがね、うん、原因っていう可能性がね、非常に大きいんですよね。うん、メンタルイコール自信、うん。で、その自信をつけさせるにはですね、先ほども言ったように、
潜在意識に問いかけるっていうのをやってください。潜在意識に自分が成功しているイメージっていうのをずっと発信し続けていってください。そうすると面白いようにね、どんどん自信がついてきて、で、あなたはそのもう FX の知識も十分備わっているはずですから、あとは自信を持って取り組むだけなんですよね。あなたが買いたいと思った場所で買って、あなたが売りたいと思った場所で売ると、あなたが損切りしたいと思った場所で損切りをする。これはあくまでちゃんと、正しいね、正しいトレードノウハウと正しいテクニカル分析、こういったその FX の、知識っていうのがちゃんと身についていることが、前提での話ですね。こういう正しいノウハウが一つも身についていない、僕の動画とかをね、全然そのご覧いただいていないような状態で、全然知識ない状態で FX やっちゃうと、やっちゃってなんか自信満々みたいな人は、先ほども言った通り最悪な状態なので、もうそもそも FX 自体というか投資自体もやらない方がいいと思うんですけど、そういう人はちゃんと僕の動画を日頃からご覧いただいていて、FX の知識もね、もうどん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 ついていってると、そういう状態でなぜか、思うように結果が出ないっていう人は、マインドがね邪魔をしている可能性が大なんで、マインドというかその自分の自信ですね、自信の面が自分の足を引っ張っている可能性が非常に大なんで、まずは、あなたのその潜在意識に自分が成功しているイメージっていうのをずっと発信し続けていくっていうね、それをその習慣化していってください。一日だけじゃダメなんですね。それを毎日、それをずっと、もう無意識のうちにそういうイメージができるようになるまでずっと発信し続けていってください。そうすると、あなたが上昇トレーダーにね、なれる日は、そう遠くはね、ないと思います。はい、というわけでね、今回はちょっとトレードに関する解説、トレード手法に関する解説とはね、ちょっと違う、観点からの、解説になりましたけども、非常に、重要なことをね、話しているので、ぜひですね、なんていうのかね、あなたの、トレードに対する自信がね、なくなってしまった時なんかにですね、この動画をね、もう一回ご覧いただいて、自信をつけてからもう一度 FX と向き合ってみてください。はい、というわけで翔太でした。ありがとうございました。